韓国ドラマ情報局へようこそ。当チャンネルではカンドラを中心に韓国エンタメ業界のお話をお届けしています。日本の OTT で配信が終わりそうな韓国ドラマ、4月半ば以降の数は結構少なめ。アマプラ終了予定作は人気作ばかりですが、ネトフリで終了間近となっているのは映画1本のみということで、本日はアマプラとネトフリで4月末に配信終了が予定されているカンドラ、映画は番外編に添えて一気に見ていきましょう。ですがその前に、情報はすべて動画制作時のものであり、配信終了予定日はあくまで目安、詳しくは各ホームページでご確認ください。ファイティンガール、ミスリー、オフィスコメディ、ヒューマン、ポジティブさだけが取り柄の雑用係が働くとある会社が突然倒産の危機に陥り、社長が逃げてしまう。借金だけが残った会社で社員たちは社長を選ぼうとするが、まさかの能力不足な下っ端社員が新社長に選ばれちゃう。キュービの狐と危険な同居、ガールズデーイヘリ、朝鮮精神科医ユセプン、キムサンギョン、2番目の夫で再共演を果たしたオムヒョンギョンとチャソウォン、諦めずに頑張る新米社長と社員たちが成長をしていく。ファイティンガール、ミスリーはアマプラで12日水曜に終了予定、他 U-NEXT、Hulu、DTV、ABEMA、FOD、テラサ、ウォッチャでも見られます。霊魂修繕校、医療ラブコメ、怒りを抑えられずたびたび問題を起こしていたミュージカル女優が間違ってスキャンダルに巻き込まれ怒り狂ってしまう。その場に居合わせた医師は彼女を心配し手伝いを持ちかけ、演技療法で患者の手助けをしながら自身の疾患と彼女も向き合うように。怪物シンハギュン、冠婚チョンソミン、ミセンテインホ、孫独女王パクイェジン、精神科を舞台にした現代人に送るヒーリング作。霊魂修繕校はアマプラで29日土曜に終了予定、 U-NEXT、Hulu、DTV、ABEMA、FOD でも配信されています。ここでちょっと番外編、4月の後半に終わりそうな韓国映画サラサラっとお届け。アシュラ、サスペンスアクション、あらゆる犯罪に手を染める市長の後始末を金で請け負う刑事、末期がんの妻の治療費を言い訳にしてきた彼だが、検事と検察に脅され、市長の犯罪容疑を追及するため利用される。それぞれの思惑が交差し、生き残りをかけた戦いへと発展してしまう。主演はチョン・ウソン、ファン・ジョンミン、チュ・ジフン、クァク・ドウォン、数多くの賞を受賞した大ヒット作。アシュラはアマプラで29日土曜に終了予定、他 U-NEXT と Hulu で配信されています。ハチドリ、ヒューマン、空前の経済成長を迎えた1994年の韓国、学校に馴染めずちょっとした悪さをして遊んでいた14歳の少女と、親が忙しいのをいいことに彼女に暴力を振るっていた兄、孤独な思いを抱える彼女が女性教師と出会い心を開いていく。主演はパクジフ、キムセビョク、世界各国の映画祭で50巻を超える受賞を果たした大ヒット映画。ハチドリはアマプラで20日木曜に終了予定、 Hulu でも配信、 YouTube、Google、Apple、Paravi では有料になります。ときめきプリンセス婚活期ラブコメ時代劇、記録的な干ばつにより作物が不足し民衆が飢えに苦しみ、困った王は王女に最高の相性を持つ花婿を迎え入れることを決断。ふさわしい相手探しのためカリスマ占い師を抜擢するが、見ず知らずの人物と結婚する気のない彼女は独自に素性を調べ出す。主演はイスンギ、シムウンギョン、ヨンウジン、助演には CN ブルー、カンミンヒョク、シャイニー、ミンホもいるイケメンだらけのラブコメムービー。ときめきプリンセス婚活期はネトフリで17日月曜に終了予定、 U-NEXT でも配信、アマプラ、 YouTube、Google、DTV、Apple では有料です。クローゼット、ホラーサスペンス、妻を事故で亡くしトラウマに苦しむ男性は娘を連れて引っ越す。
やがて娘は新しい友達ができたと笑顔を見せるようになるが、ある日娘は忽然と姿を消してしまう。そして現れた謎の男は、すべての秘密はクローゼットにあると言ってくる。主演はハジョンウ、キムナムギル、ホユル。クローゼットから聞こえる奇妙な声の正体とは一体？クローゼットはアマプラで30日日曜に終了予定。ネトフリ、ユーネクスト、DTV でも配信、他有料になります。罠、少女の誘惑、サイコロジカル、恋愛。恋人に振られ仕事にも行き詰まった脚本家、新作を執筆するため田舎町で過ごすことにし、そこで美しい少女に出会い情欲が抑えきれなくなる。だが妖艶な少女は徐々に恐ろしい一面を見せてくる。主演はユハジュン、ハンジェイン。罠、少女の誘惑はアマプラで30日日曜に終了予定、他ウォッチャで配信されています。ノンストップコメディアクション。ハワイ旅行が当たり、人生初の海外旅行に旅立った家族。なんと旅客機には北朝鮮のテロリストが乗り合わせており、ハイジャックされ危機に陥るが、妻の隠されていた能力が覚醒。一方、夫も秘密の顔を持っており、旅客機を救おうとしていた。主演はオムジョンファ、パクソンウン、イサンユン、イソンビン、ペジョンナム。韓国史上初のハイジャックアクション大作。ノンストップはアマプラで27日木曜に終了予定。 Unext と Hulu でも配信、 YouTube、Google、Apple、Paravi では有料です。作られた殺人、サスペンスミステリー。連続殺人事件に関するスクープを報道した記者が、実はそれが大誤報であったと悟り、失態に怯える日々を送る。上司には続報を迫られ、刑事には疑いの目を向けられる中、彼の誤報通りの殺人事件が実際に起きてしまう。主演はチョ・ジョンソク。ブラックユーモアを織り交ぜたサスペンス作。作られた殺人はアマプラで30日日曜に終了予定、他ウォッチャで配信されています。以上が番外編。4月後半に終わりそうな韓国ドラマに戻りましょう。スカイキャッスル、上流階級の妻たち、ダークコメディミステリー。富、名誉、権力を持つ者だけが暮らす高級住宅街スカイキャッスル。子供を名門大に入れるために血まなこになる親たちと、親に言われるがまま必死に勉学に食らいつこうとする子供たち。そんな中、勉強よりも子供の健康を優先する一家が越してくる。クリーニングアップ、ヨムジョンは、ワン家の家族たち、イテラン、スノードロップ、ユンセア、ラケット少年団をなら、誰も知らないキムソヒョン、夫たちにはチョンジュノ、チェウォニョン、キムビョンチョル、チョジェユン、子供たちにはキムヘユン、SF9 カンチャギ、キムボラ、キムドンヒ、チョビョンギュなど。最高視聴率 23.779% の大人気作。スカイキャッスル、上流階級の妻たちはアマプラで30日日曜に終了予定。ネトフリ、ディズニープラス、ユーネクスト、フール、アベマ、FOD、テラサ、パラビ、ウォッチャでも見られます。君のハートを捕まえろ、キャッチザゴースト、サスペンスコメディ、恋愛。地下鉄の幽霊事件と呼ばれる連続殺人事件が発生し、捜査に当たることになった地下鉄警察隊。志願して入ってきた新人警官は地下鉄構内を熟知していたが、無鉄砲な彼女が熱くなるには深いわけがあった。チョンダムドンアリス、ムングニョン、海町チャチャチャ、キムソノ。正反対の2人が一つの事件に挑むことに。君のハートを捕まえろ、キャッチザゴーストはアマプラで30日日曜に終了予定、他 FOD で配信されています。いかがでしたか？急いで見ようと思ったものはありましたか？ぜひコメントで教えてください。今後も韓国ドラマ情報を中心に、韓国エンタメ業界のお話なども配信していく予定です。それではまたお会いしましょう。